質問です。縄文人は虫歯が多いと聞きましたが、なぜだと思いますか？栄養の取れる時と取れない時の差が多いということでしょうか？縄文人の話は今日ちょうどねお話しさせていただいたんですけど、縄文人の虫歯っていうのは一応 8% ぐらいあったというふうに言われていて、それはまあなんでかっていう話なんですけど、栄養の取れる時と取れない時の差が大きいからですかみたいなこと書いてありますが、これどういうふうに捉えてるか分かんないんですけど、縄文人って虫歯多いんですよ。縄文人なのに虫歯が多い。この時代のアメリカの先住民の約20倍、イヌイット族の、ね、約4倍、縄文人は虫歯が多かったという意味なんですよね。 8% っていうのはで、今の現代社会においてはまあ 8% ぐらいかもしれないけど、虫歯の洪水の1960年から70年ぐらいっていうのはもう虫歯だらけでしたよね。それと時代と比べればまあ確かに少ない方かもしれませんが、先住民族とかそういった観点から見ると縄文人は虫歯が多かったです。 8.2% で、これはなぜかというと、他の先住民族と比べてやっぱり肉以外の栗とかね、まあ、穀物ですよね、芋とか糖質の多いやっぱ炭水化物が多かったっていうのがやっぱ最大の原因というふうに考えられてます。だから虫歯の原因がプラークがついてそれを磨かないといけないとかっていう考え方であれば、これね全然何言ってるかよく分かんないと思うんですよ。だって縄文人って今薬局で売ってるのは立派な歯ブラシ持ってるわけではないので歯磨きしてないじゃないですか。だけど 8% ってことは 92% 虫歯逆にないんですよねみたいな。だからなんかそういったところでやっぱり体の内側からどういったメカニズムで虫歯が起きるのかっていうのはやっぱり理解しないといけない。なので僕が第一に挙げるのはやっぱり血糖をどうやってコントロールするかっていうことになるわけなんですね。だからなんか栄養の取れる時と取れない時の差が多いということですかっていうのはちょっとあまりこの質問に対してはちょっとお答えできないんですけど、一応縄文人が虫歯が多いというのはそういったこう食べ物が一般的にちょっと糖質が多かったっていうのがまあ答えになるのかなと思います。そうそう、多いんですよ。アメリカの先住民の20倍というと結構な量だと思うんですよね。だって1930年代にプライス博士、さっきプライスですとか言ってさっきスルーさせてもらったんですけど結局話すのかいみたいなでもプライス博士がやったやつでもマオリ族のね調査でも1000人に8人だったっけなぐらいの割合でいたってことは縄文人より少ないんですよね。1930年ですよ。だから縄文人がいかに多かったかっていうのはやっぱり日本のねそういったところで暮らしてた先住民と海外でねやっぱり食べ物がやっぱりちょっと違う。やっぱり食べ物はね本当にそういった服装と同じで伝統の服装がね衣装があるようにやっぱりそれぞれね各国で全然違ったものを食べてた。そういったもので体が作られていた。だから身土不二の考え方とかねそういったところっていうのはやっぱりね結構大事にしていくっていうのが大事かもしれないですよね。糖質が多いからなんで虫歯になるのか、一般的にはその細菌が分解して酸を作るから虫歯になるっていう考え方は間違ってはいないけど、僕はそれは重視してないってことですね。